何が？今待たせすぎと言っただろう。患者はもういないはずだが、何か見えてるのか？好きだ。なんだよ、何の確認だったんだ今のは。いや、いやいや、そんなことあるかよ。なんかあるから切り出したんだろ、話せって。どういう意味だ？転職したいのか？俺は時間をかけるのが得意だから、ずっと待ってる。待ってるつもりだった。あんたが振り向くまでさ。あんたがもし受け入れてくれるなら、欲張って他のことも頼みたいんだが、いいのか？そうだな。欲を言えば、俺と恋人になってほしい。夫婦でもか。そこら辺のこだわりは俺にはない。だが、抑制していた分、溜まってる。めちゃくちゃ抱きたい。婚前交渉はしたくないから、やはり結婚だな。クソ親父と一緒のローゼライト生を名乗るのは嫌だろうから、俺が婿養子になってもいい。そこは任せる。しかし、ここでは俺たちは姓は名乗れない。決めても意味がないし、決めなくても問題ないだろう。ということで、問題はあんたの気持ちと覚悟だけだ。どうだ？なんだその鳴き声。言ってみろと言ったのはあんただろう。そうだな。いいだろう。キルス、俺と結婚してほしい。ようやくしてやったぞ。理解できたか？こんなのいきなり頼まれても、はいとは言えないよな。わかってる。大丈夫。気長に待つ。いいのか？
遊びでは言ってない。本気にしまくるぞ。それに、あるわけないだろう、バカ。あんた、ほんと可愛くないよな。悪いとは言ってない。そういうとこも含めて好きなんだよ。施設にいたとき、俺もよく言われた。可愛げがないってさ。だからあんたの気持ち、よくわかるよ。悪い悪い。やっぱり、こうでないとな。アダージュ・ローゼライトは、キルスを幸せにします。だから、願わくば、ずっと一緒にいてください。返事は？ごまかすなよ。返事は？なるほど。了解だ。大切にする。これからの人生を、俺と一緒に生きてくれるあんたに捧げよう。大好きだ、キルス。だが、本当にいいのか？即答して。悪くはないが、あっけなさすぎて逆に不安になる。ただ流されてるだけじゃないのかと。その？はあ、愛してるくらい言えよ。そうか。その辺の特訓も必要だな。ああ、あんたは俺の助手なんだ。常に技術を磨いておくべきだ。違うか？いいや、大いに関係ある。俺のモチベーションに関わる。あんたが俺を喜ばせれば喜ばせるほど、俺は仕事に励む。これからの成長、期待させてもらおう。乗せてんだよ、バカ。あんたは本当、俺を楽しませるのが上手だ。ああ、もちろんだ。あんたが言わないなら、俺が言ってやる。キルス、愛してる。